どうも、パチッコ TV チャンネルのゆうきです。早いもので2017年も残り2日ですね。今日29日で、30、31で、1日が月曜日、パチッコ TV チャンネルのチャンネル投稿としては2017年はこれが最後ですね。ってことでちょっとこちら2017年釣れた魚種ちょっとね今書き出してみました。フィッシングクラブがね、動画の中でやっぱメインというかあれになってたので、どんぐらいいんのかなと思ってざっと書いてみたらこれぐらいになりましたね。映るかな、こうか。ざっと18種類、すごい意外と釣ってんなみたいな。であと数釣りをねしてるので、結構数重複したりとか、味なんていうのはもう来ない今までのね動画でギリギリ滑り込みで釣ることができました。いやこうやって見ると意外と釣ってんなみたいな。でシーバスなんでかっこかって言ったら、これ実はヒットシーンが入ってないんですよ。一番最後、この間の動画でもあれでしましたが、一番最後でカメラとかも全部閉まった時にかかって、もう言ったら血抜きもしないで、ランディングして、その渡し船のその駐車場に戻ってきた時に、写真を撮ったんです。あの時ちょっとバタバタしまして、びっくりしました。時間なかったから。まあシーバスはにしても、今年はねでかかったのはやっぱりね、あれですね、まあ去年釣れなかった若し稲田が釣れたところは大きかったですね。青物ずっと追い求めて、シーバスはね、2016年の最後の方で釣りましたけど、青物に関しては海上釣り堀ですら釣れなくて、で今年ね海上釣り堀って平正も釣る動画をお届けしまして、いやあっという間でしたね。2017年、びっくりしました。あっという間すぎて、いや来年はできればねもっと大きいお魚、まあ稲田若し稲田その上かな、わらさわらさかのぶりまで行きたいなと。でカンパチもね、ちょっとお刺身が食べれてないので、カンパチのお刺身も食べたいなと思っております。でね、あと淡水魚が今年少なかったんですよね。コイとイワナと、まあ、ニジマスって書いてますけど、これ一応トラウト系と貝サーモンとかも一応この中に入ってます。でまあ本当はここにねブラックバスとか入れたかったんですよね、釣れてないということで。2018年は淡水魚ももう少しね力を入れてやっていけたらなと思っております。本当に2017年ご視聴ありがとうございました。皆さんが見ていただいているので頑張って僕らも動画を撮影しております。いやー2018年もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。